はい、今日はですね、ネタがないんでね、ちょっと私、釣り具のリールですね、そういうのを結構直したり、直すっていうか、まあ、オーバーホールとかですね。そういうのも結構好きなんですよ。釣りが元来まあ好きなんでね、その延長でそのリールをですね、まあ悪くなった時に直すのが結構まあ好きでね、やったりするんですけど、その中で使うまあケミカル類ですね、まあ、油とかグリスとかそういうのをちょっとまあ、紹介していこうかなと思いますね。まあ、くだらない話ですけどね。まあ、興味がある方とかは聞いてみてください。まずは、これは持ってた方がいいかなっていうものですね。ちょっと紹介しますね。まあ、スピニングリールですね。まあ限定の話です。私スピニングしかいじれませんので、まあいじれないことはないと思うんですけど、いじったことないんでね、まあ、スピニングリールの話でいきますね。まあまずはこれですね。い、シマノの出してるリールスプレーのオイルですね。これはまあ本当に いいもんだと思いますね。クラッチとかね、スピニングリールのクラッチとか、ワンウェイクラッチとかね、言うんですけど、そういうのを、まあ、逆転っていうのが起きるんですけど、結構長く使っていたりしたらですね、そういうのを直すときには、まあ結構、いいオイルかなと思いますね。はい、まあ、こうです。まず、長くなっちゃうんでね、パパッと紹介していきますね。あとは、次は、まあ、これは、ダイワさんの、リールオイルですね。リールガードオイルって書いてますけど、ノズルは多分、シマノのノズルがついてるな。これもまあ、持っててもいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、どちらかというと、島野さんの方がいいかもしれません。はい。次はですね。まあもう、あとはまあ、これですね。リールの分解するときに、まあ、ゴム製品が結構リールって使われてるんですよね。はい、そのゴム製品にの劣化をまあ防ぐために使うグリスですね。あと、まあ、シマノとか、まあ、だったら、フリクションリングですかね。まあ、わかる人はわかると思うんですけど、フリクションリングとかに塗るグリスですね。もうシリコングリスがいいと思いますね。これは AZ さんのかな？わからないですけど。まあ、一つ持ってても安いんでね。そんなに高くないんで、ゴム製品にはまあ、シリコングリスっていうのがいいと思いますね。次はですね。まあ、ちょっと。マニアックそうなのとかも言ってみようかな。シマノさんの DG13SW 専用のギア、SW ギアの専用のグリスですかね。まあ結構お値段はしますけど、こんなんもありますね。あとは、
DG01 スピニングリールのドラグ部、ドラグのワッシャーですねに使うグリスですね。まあこれも結構値段高いと思いますけど、うん、はい、次が DG1230g、これも島野さんのですね、この SW のギア、SW ギアじゃないな、ドラグですね。カーボンクロスワッシャーとか、そういうのに使うグリスですかね。まあ、これも高いですね。まあ、うん、はい。あとは、これが、これ汎用リールのギア。駆動部に使う DG06 グリスですね。これもまあ結構値段は多分するとしたと思いますね。まあはい、そんな感じです。でこれが AZ さんのウレアグリスですね。まあ、耐水性に優れているグリスなのかな。まあ匂いがね結構きついグリスですね。まあ結構これも高かったと思いますね。グリスの中では結構高かったと思いますね。はい、でこれはちょっと表面のね表記がなくなってますけど、これ AZ さんの万能グリスだったと思います。はい、まあ何でも使えるみたいな感じのグリスですね。で次がもう汚いな、なんか汚れてて、 AZ さんのグリスですね。グリススプレーですね。まあ島野さんとかもグリススプレーありますね。はい、こんなのもあります。でこれがエアツールオイル、これもまあ持っててもいいんじゃないかなと思いますね。クラッチの相性とかね、いろいろ極圧性とかそういうのがありますんで、滑ったりするね、純正とか使っても滑るとか、なんかいろいろそういうのがありますんでね、こういうのもまあ持っててもいいかもしれませんね。まあ、あとはですね、ちょっと取りに行ってきました。あとまあ、持っててもいいのは、まあ、結構大容量入ってて、まあ、何でも使える、まあ、結構用途選ばない、AZ さんの万能グリスですね。これは結構容量入ってて、リールの整備に使うんだったらね、整備、まあオーバーホールとか、まあもろもろに使うんだったら一生持つんじゃないかっていうぐらい量入ってますね。なりわいにしてなかったらですね、それを。はい、まあそんな感じですね。結構まあリールですね、のその釣り具のリールの巻き感とかですね、そのガタ感とか、まあそのゴロゴロ感とかゴリ感とかな言ったりするんですけど、それにこだわり出したらね、結構まあ神経質になってしまうんですよね。でまあ私も結構そういうのをね、結構昔はなんか感じてたんですけど、最近はねあんまり気にしなくなりましたね。まあ本当によっぽどいかなかったら、まあ、ベアリングとかね、まあ、クラッチとか、まあ、ギアとか変えたりするぐらいになりましたね。前はですね、もうちょっとしたことでも気に入らなくて、部品注文してね、ギア変えたり、ピニオンギアとかね、あと、ドライブギアとか、クラッチ変えたり、ね、クロスギア変えたり、いろいろしてましたけどね。まあ、最近はそういうのはないですね。まあ、あんまり釣りにも、いけてないからまあそうなんですけど、まああんまり
ね、まあ人それぞれですけどね、まあ結構こだわってても、うん、キリがないみたいなところがあるんでね、最近はそんなに思いませんね。まあ致命的なことはね、結構直したりは しますけどね。まあ、だからまあその釣り好きの知り合いの人とかね、友達とかからはよく、まあラインローラーがシャーシャーな出してから変えて直してよとかね、まあ、ボリ感あるからどうにかしてとかね、逆転したから治らないのかなとかね、まあいろいろなことで結構直してもらえませんかって言われることがねよくありましたね。でまあそんなにね、私もまあプロとしてねやってるわけじゃないんで、お金もあまり取れませんのでね、もうほんと部品代とまあケミカル代と手間賃ちょびっとだけもらうぐらいでねやってましたね。最近はあんまりまあやってないですけど、はい、まあそういうね、あの、こともやってましたね。まあ、結構やっぱりあの、そのなんていうんですかね、専門の業者というわけではないですけど、まあメーカーさんに修理を頼んだらですね、まあ結構お高い値を取られるんですよね。あの、直すんだったらリール買った方がいいんじゃねえのっていうね、新品のリール買った方がいいんじゃねえのっていうぐらいの値段取られますんでね、あの、結構きついですよね。あと、まあ、シマノさんだったりとかしたら、まあ、大体部品供給とか、まあ、あの修理保証っていうのはね、まあ、10年ぐらい、部品に関してはまあその在庫があったら取り寄せれますけど、そのオーバーホール期間っていうのがね、10年なんですね、大体、島野さんはね。で、まあ、大和さんとかになったら、あの、結構修理はもう結構してくれるんですけど、その、取り寄せれない部品とかがあるんですよね。自分で直したくても部品が取り寄せれないクラッチとかですね。まあギアとかの部分、ドライブギアとか、まあそのピニオンギアの部分とかね、そういう大事なとこを結構取り寄せれないものがあるんですよね。だからまあどっちも良しあるしなんですよね。まあ基本高いですし、まあ時間かかりますしね。で、まあ、なんか、あんまり言ったらいけないんですけどね。あの、何回もね、何回出しても治らないとかっていうのがあって、私が見たらすぐ治ったとかもね、そういうのもありましたんで、まあそういうのは稀かもしれませんけどね、あんまり、高い割には、まあ、どうなのかなと思うところもありますね。はい。まあ、これ以上言ったらね、あんまり怒られそうなんでね、まあ、これぐらいにしておきますね。はい。まあ、そんなくだらない話です。ありがとうございました。